さあさあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。117回目の今回は、兄貴の愛称で親しまれ、阪神の監督を務めたことのある選手の紹介になるよ。その選手とは、広島、阪神に在籍していた、金本智明選手だよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。金本智明、1968年4月3日生まれの53歳。広島県広島市南区青崎出身の元プロ野球選手だよ。引退後は野球解説者、野球評論家、指導者、監督を務めていたよ。小学校4年時に、リトルリーグの広島中央リトルで野球を始めたが、練習についていけず、また体育の授業で手を骨折して、練習ができなくなったこともあり1年で退部。その後は町内会のソフトボールや、広島市立大州中学校の軟式野球部に入部。広島高校に落ちて、広陵高校に入学し、硬式野球部に入部。2年生からレギュラー。レッドとして1985年の広島大会決勝に進出するが、広島広陵に敗退。翌年も広島大会で敗れ、全国選手権出場はなかったよ。法政大学野球部のセレクションを受ける準備を進めていたが、当時の広陵監督が、8月に行われるセレクションを、12月だと金本に告げ、金本はそれを信じてしまったため受けられず、1年間の浪人生活の後、中央大学硬式野球部の、セレクションを目指すが、中央大学の監督からは、浪人は推薦がないと聞かされていたものの、広陵の監督が、推薦は大丈夫、だと言い、金本はそれを信じてしまったそうだよ。金本はこのことについて、監督に2度も騙されて、目の前が真っ暗になったと述べているよ。この間、ヤクルトスワローズの入団テストを受けたが、これも不合格。その後知人から、東北福祉大学を紹介され一般受験で入学。同野球部では、恩師として名前を挙げる、監督の伊藤の下で1年からレギュラーとなり、仙台六大学リーグ通算52試合に出場し、165打数63安打、打率3割8分2厘を記録。最優秀選手1回、ベスト92回受賞したよ。そして1991年のプロ野球ドラフト会議にて、広島東洋カープから4位指名を受け入団。背番号は10となったよ。入団後の2年間は芽が出ず、年下の前田や江藤らに追い抜かれ、打撃は当時のコーチから、転がして足を生かせ、と言われるほど非力で、外野守備も送球を、地面に向かって投げてしまう悪癖から、モグラ殺しのあだ名をつけられるなどだったそうだよ。金本は悔しさから、筋力トレーニングを本格的に取り入れ、地道な身体作りを行い、山本コーチと出会ったことも転機となり、1994年後半から頭角を現し、17本塁打を打つなどレギュラーに定着。1995年は開幕戦から5番打者として起用され、全試合5番で出場し続け、自身初のオールスター出場を果たすも、8月29日に左手首骨折により戦線離脱。それでもこの年は、104試合に出場し打率2割7分4厘と、初の規定打席に到達し、24本塁打を記録するなど活躍。また初のベスト9を受賞したよ。1996年も主に5番打者として活躍し、126試合に出場し初の打率3割を記録、出塁率も4割を超え、また9月には、自身初の月間 MVP も受賞したよ。1997年の開幕戦に3番打者で起用されると、開幕から35試合連続出塁を達成し、当時のセリーグ記録を更新。その後も好調を維持し2年連続の打率3割と出塁率4割、そして自身初の30本塁打を記録。また9月9日には、100本塁打を達成。1998年は規定打席には達したものの、打率2割5分3厘と、前年に比べて大幅に落とすよ。1999年4月24日には、史上49人目となるサイクル安打を達成。シーズンは初の全試合出場を果たし、打率2割9分3厘、34本塁打94打点を記録。2000年は前年まで4番だった江藤が、FA で巨人へ移籍したことで、3番尾形、4番前田、5番金本の打線が組まれるが、怪我で戦線を離脱した前田に代わり、4番に抜擢。この年は136試合に出場し打率3割1分5厘、30本塁打90打点、30盗塁を記録。また、シーズン最終試合で35本塁打を打ったことで、史上7人目となる、トリプルスリーを達成。また5年ぶりにベスト9を受賞したよ。29号本塁打の後、30本目の本塁打が出なかったことから、達成の可能性を高めるために、少しでも多くの打席に立たせようと、監督の達川の計らいで、最終残り2試合は1番打者としてスタメン出場しているよ。ちなみに、金本自身は本塁打も大変だったが、不慣れな盗塁の方がもっと大変だったと語っているよ。2001年は全試合4番でフル出場。
また39年ぶりに、ブス島の記録を大きく更新する、1002打席連続無併殺打の日本記録を樹立。また7月7日には200本塁打、9月2日には1000本安打をそれぞれ達成。2002年、140試合に出場し打率2割7分4厘と、前年から大きく落としてしまうが、前年に引き続き全試合4番でフル出場。そして同年オフ、FA 権の行使に悩み球団幹部に、今季は成績が悪かったので、年俸は1000万円減で構わないが、FA の再契約金を100万円でいいから出してほしい、と相談。しかし、球団は厳しい財政事情から、再契約金高騰の前例が作られることを懸念して、FA 権を行使しての残留は認めない方針を曲げなかったため、最終的に FA 権を行使して移籍。2003年、プロ野球全体のことを考えてこい、俺とお前は一緒に歩むようになっていると、阪神監督の星野からラブコールを受け、阪神へ移籍。背番号は、過去に藤田、和田らがつけていた、6を引き継げて嬉しいと述べていたよ。かつて広島から巨人FA移籍した川口や江藤が、広島市民球場で激しくやじられるのを見ていたため、自分もやじられるのではないかと恐れていたが、移籍後初の広島市民球場での試合で、逆に声援を受け安堵したと語っているよ。同年は開幕から3番に定着、主軸として活躍し、18年ぶりのリーグ優勝に貢献。日本シリーズでは、第4戦のサヨナラ本塁打を含む4本塁打、3試合連続本塁打、1試合2本塁打と、3つのシリーズタイ記録を達成したが、チームは日本一に届かなかったよ。2004年は新監督の岡田の意向で、開幕から4番として起用され長打を量産。7月29日の中日戦で左手首に支球を受け、軟骨損傷と診断され、離脱の危機に直面。しかし翌日の巨人戦で、自分のバットより軽い久慈のバットを借りて試合に出場し、この試合で高橋から右手だけで安打を打ったよ。8月1日には、連続試合フルイニング出場の日本新記録を樹立。最終的に238試合に出場し打率3割1分7厘、34本塁打113打点で、3部門で自己最高記録を達成し、初タイトルとなる打点王を獲得するよ。2005年4月9日の横浜戦で、300本塁打を達成。6月10日の日ハム戦で本塁打を打ち、史上4人目の全球団から本塁打を達成。6月28日には、米子市民球場での広島戦で本塁打を打ち、当時の現役選手では最多の32球場となったよ。8月11日の中日戦では1000試合連続出場、8月25日の広島戦で1000得点、9月9日の広島戦で1000打点、10月4日に阪神では、日本人選手では1985年以来の40本塁打を達成。この年は打率3割2分7厘、40本塁打、125打点で前年の自己記録を更新し、チームも優勝して MVP に選ばれたよ。千葉ロッテとの日本シリーズでは、ヒットが1本しか打てず、チームは4連敗で敗退。2006年3月31日に、カルリプ県の8243イニング連続出場を更新。4月9日の横浜戦で陸券を抜く、904試合連続フルイニング出場の世界新記録を達成し、その試合では陸券からも映像で祝福されたそうだよ。オフの契約公開では、推定年俸5億5000万円と、日本人選手では球界トップとなったよ。2007年は、シーズン中に左膝半月板損傷の大怪我をしながら、2004年同様強行出場を続け、31本塁打95打点を記録したが、打率は2割6分5厘と4年ぶりに3割を下回ったよ。そしてオフの10月に、人生初という手術を受けたよ。2008年は左膝のリハビリ優先のため、2月後半の秋キャンプからチームに合流。4月6日に1999本目の安打を記録してから、3試合18打席無安打だったが、4月12日の横浜戦で、史上37人目の通算2000本安打を達成。5月13日の広島戦では、阪神所属選手として、初の通算400本塁打を達成。交流戦では首位打者を獲得し、6月に自身3度目となる月間 MVP に選出され、最終的に2年ぶりに3割、3年ぶりに100打点に到達。なお、40代での3割達成は史上5人目、同100打点達成は史上3人目の記録となったよ。2009年は41歳の誕生日でもある、4月3日に行われたヤクルトとの開幕戦で、リーグ最年長記録となる、開幕戦本塁打を放つよ。4月には自己最多となる、月間30打点を記録し、自身4度目となる月間 MVP に選出。5月12日の広島戦では、0対0で迎えた9回裏に、横山から球団通算7000号となる、サヨナラ本塁打を放ったよ。しかし最終的には、移籍後ワーストとなる打率2割6分1厘となったよ。
2010年は3月17日、ヤクルトとのオープン戦前の練習中に、味方選手と激突し、右肩の棘上筋部分断裂という重傷を負うよ。これにより、4月14日の巨人戦で犠牲フライを、本塁に返球できなかったり、17日の横浜戦では、二塁走者の生還を2度許すなど、満足な送球ができず、打撃不振でもあったため、翌18日の試合前に真由美監督に、これ以上出てもチームに迷惑をかける、と自ら申し出てスタメンから外れたよ。そしてこれにより、連続試合フルイニング出場の記録は、1492試合で止まり、同年5月15日に、ギネス世界記録に認定され世界記録樹立となったよ。阪神移籍8年目にして、初のベンチスタートとなり、阪神の一軍公式戦で、金本以外の選手がレフトの守備につくのは、2002年10月14日の中日戦の浜中以来。スタメン出場しないときは、2011年4月15日まで毎試合代打として出場し、連続試合出場は継続。結局最後まで調子が上向くことはなく、打率、本塁打、打点すべてで阪神移籍後最低の成績に終わったよ。またこの年の規定打席未到達で、全試合出場は、NPB 史上初の記録となっているよ。そして2011年4月15日の中日戦、8回表西一塁で投手の代打に立った際、打席中に一塁走者が盗塁に失敗し、打席未完了のままイニングが終了。この後真由美監督は金本に代え投手を出し、この場合、試合出場は記録されるが、連続試合出場の条件には満たないため、連続出場記録が1766試合で途絶えたよ。この試合以降も、シーズンを通して1軍で出場は続けたものの、成績は前年より落ち込んだよ。また、このシーズンで日本プロ野球史上8人目となる、1万打席に到達したよ。2012年、この年は44歳を迎えるシーズンで開幕戦に、6番レフトで先発出場。その後、新井の不振により5月4日の巨人戦から、約2年ぶりに4番として出場し交流戦が終了するまで、2試合を除き4番を務めたよ。しかし打撃の調子が落ちて結果が出ず、右肩痛で守備難も目立ち、8月25日の広島戦では、天谷にレフトオーバーの打球で、ランニング本塁打を許したよ。6月3日には史上9人目となる、通算1500打点を達成。そして6月28日に1991年の門田以来、21年ぶり史上7人目、大学出身の選手では初の通算2500安打を達成。そして9月12日に同年限りで引退の意思を固め、その日の会見で本人から2012年シーズンでの現役引退が発表されたよ。会見の中で金本は、10日くらい前に考え始め、本当の決断は2日前くらいに決断した。いろいろ理由はあるが、自分に対して限界かな、という思いと、時代の流れ、いつまでもいい時のパフォーマンスを出せない自分がいるのも、と語ったよ。同記者会見において、記録について聞かれた際は、連続フルイニング出場よりも、連続無併殺打の方が、印象深いとも語っているよ。9月16日の巨人戦で、宮国から通算475本目となる本塁打を打ち、田淵を抜いて通算本塁打単独10位となったよ。シーズン最終戦となった10月9日の横浜戦を、金本の引退試合として6月11日以来となる、4番レフトとして先発フル出場。6回の第3打席で、三浦から安打を打ち直後に、セリーグ最年長記録を更新する盗塁を決めたよ。試合は3対0で勝利し、荒波のフライを金本が掴んで試合終了となり、この試合では打点は記録できず、長島の通算1522打点には、1打点届かなかったよ。そして試合後には引退セレモニーが行われ、以前引退試合で、金本が花束を送った清原から花束を受け取っているよ。そして10月18日に、任意引退が公示されたよ。2013年からは、フリーの野球解説者、デイリースポーツの特別評論家、スポーツ日本の野球評論家として活動。なお、2013年1月23日には、現役時代の晩年から痛めていた肩と、死亡手の手術を無事終えたことを、公式ブログで公表。もう手術はごめんだ、健康第一、とコメントしているよ。そして2015年10月17日、2016年シーズンからの阪神の監督就任要請を受諾したと発表。背番号は現役時代と同じ6に決定。同年10月22日に、監督として初めて臨んだドラフト会議では、明治大学の高山の交渉権をめぐって、ヤクルトと競合抽選となり、一度はヤクルト監督の真中が交渉権を引き当てたかに思われたが、直後に当たりくじを引いたのは金本の方であったことがわかり、壇上でのインタビューで、ビデオ判定でホームランに覆った心境、と話したよ。2016年の中日との開幕3連戦では、黒星スタートとなるも2勝1敗で、開幕カードを勝ち越し、し
かしその後は苦戦が続き、甲子園での巨人戦は、2度の同一カード3連敗を喫するなど、引き分けを挟み9連敗。9月19日にようやく勝利したが、甲子園での9連敗が響き、対戦成績は9勝15敗1分けと負け越し、リーグ優勝をした広島にも7勝18敗と、大きく負け越すなど苦戦が続き、就任1年目は4位で終わったよ。また、先発陣の柱だった藤浪が広島戦の序盤で5失点し、懲罰で8回161球を投げさせたことや、延長戦で投手に打席が回るも代打を出さず、それが響いて敗れるなど、采配を疑問視されることもあったよ。2017年は前年に引き続き、若手を積極的に起用する中、打撃陣では FA で加入した糸井や福留などのベテランを打線の軸にし、投手陣では、前年一軍登板なしに終わっていた桑原をセットアッパーに抜擢するなど、中継ぎ陣を強化。最終的に78勝61敗4分けと勝ち越し、順位は2位と前年から大きく躍進。しかし、就任後では初出場となった CS において、3位の横浜と対戦し、1勝2敗でファーストステージ敗退となったよ。2018年は、開幕から若手選手が結果を残せず、この年獲得した大砲候補であったロサリオも結果を残せず、極度の貧打に悩まされ、また投手陣も安定感が見られず、9月下旬までは、CS 出場争いに加わっていたものの、北条や糸井らの故障離脱もあり大失速、17年ぶりの再開になったよ。そして責任を取る形で金本は辞任。その後、記者会見が行われたが、写真やテレビカメラは NG という、異例の対応が取られたよ。そしてここからは、エピソードを紹介していくよ。金本の両親は韓国人で、金本は韓国系日本人3世にあたるよ。少年時代に友明に改名。4人兄弟の末っ子であり、通称が兄貴だけに、皮肉を感じる時があるそうだよ。2001年に日本人女性と結婚するにあたり、日本に帰化しているよ。広島時代から阪神時代にかけて、チームメイトであった後輩の新井とは親交が深く、金本は新井を、本当に弟のような存在、と語っているよ。現役時代は金本が新井に対して、頻繁にいたずらを仕掛けていたそうだよ。さあ、今回はこの辺にしておくよ。編集してみての感想は、鉄人とも呼ばれていた金本選手。カープの時の猛練習によって作り上げられ、金本選手自身の気持ちの強さによって称されていた、そう思ったね。ただ、当時の球団の頑固さが原因で移籍することになったけど、結果的に阪神に移籍したからこそここまでの記録を残せたのかもしれないね。ってなわけで、今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。We'll be right back.